どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今回はガズメロ、やっていこうと思います。このガズメロっていうのは一体何かというと、このウクレレ、これエレキウクレレですけど、まあもちろん皆さんのお持ちの普通のウクレレでもできますけれどもですね、世界中の名曲たちの主旋律をこのウクレレに弾いてもらおうというか、歌ってもらおうというか、メロディを弾いていこうという、そういうプロジェクトがこのガズメロということになります。はい、今日取り上げる曲はこちらです。ドン、サイレントナイト、つまり清しこの夜を、メロディ弾いていきましょう。つい先日ですね、この弾き語りのレッスン動画アップロードした、見てくれましたか？これは歌ってる方ですよ。弾き語りですからね。これ絶対見てください。これはもうマストですからね。もうちょっとでクリスマスですから。まだ練習した、スタートしたら間に合います。まずこっちの弾き語りを練習してもらって、ちょっと途中前奏とか間奏とかで今日のこのメロディーを弾いてみる。このガズメロスタイル、ちょっとやってみてください。それではね、流れの説明に入っていくんですけど、はい、こちらの G ソリッド、これ G ラボのね、エレキウクレレなんですけど、この GJ モデルを使って、はい、コードをつなぐ、これもね、G ラボのケーブルですからね。G バロケーブルから G ボックスのこのアンプに通してこれで弾いていきます。このアンプなんですけどですね、皆さんご予約いただいてありがとうございます。ちょっと発送が遅れておりますですね、大変申し訳ないです。最高の状態でお届けしますので、今しばらくちょっとお待ちください。ここでちょっと音を確認していただいて、これめちゃくちゃいいアンプですからね。この詳細、概要欄に貼っとくんで、このね、説明見てくださいね。で、まずはこのタブ譜という楽譜を見ながらメロディーを弾いていきます。これ、今映ってるけど、これタブ譜って言うんですよ。この楽譜の読み方概要欄に貼っとくんですけど、これまずね、一番、ちょっと今解説すると、一番上のラインが1弦、2弦、3弦、4弦で、3、3って書いてあるんです。1弦の3っていう意味なんですよ、これは。そうすると、1弦の3、その次、2弦の3、その次2弦の0、また2弦の3みたいな感じで進んでいくという、このタブ譜を使ってやっていきます。で、これで、ガズがこれを映しながらデモ演奏します、最初にね。で、それをまず見てもらって、このタブ譜を見ながらもうめちゃくちゃ覚えてください。もうすぐに弾きませんからね。覚えるのがこのガズメロの大事なところでございます。で、その後ですね、ちょっと練習してもらったら、ガズがですね、皆さんの伴奏をします。マイナス1といって、主旋律がない、伴奏だけを取りますからね。で、伴奏で使うのは、はい、この G ラボの、ガズモデルを使って、ガズモデルもこの G ボックスで、このアコースティックサウンドもぜひお聞きください。すごくいい音になってますからね。そんな流れでやっていこうと思います。はい、そしてですね、まずやっぱり最初にやってもらいたいのはね、ウクレレは本当に簡単なんで弾き語りで始めてください。まずこれ見て、はい、まず始める方は概要欄に貼ってあるウクレレでガズレレできるウクレレの始め方見て、まずねウクレレの C とか F とかコードで弾き語りするのおすすめなんですけど、まあまあそれ慣れてきたらこういうメロディーをやるのをおすすめいたします。もうこのガズメロもかなりね、いろんな曲取り上げてますんでね、もう いっぱいにメロディー弾いてほしいんですけど、概要欄にガズメロのね、特設ページ貼っとくんで、そこに曲のリストがあります。いっぱいメロディーも弾いて歌って音楽さらに深めていきましょう。ちなみに本日のね、この清しこの夜サイレントナイトのガズメロはですね、アレンジで4弦が出てこないウクレレですんで、皆さんがもちろん普通のウクレレで、楽しめるということになっておりますんで、ご安心くださいということです。それでは早速ですけど、ガズさんのガズメロデモ演奏、サイレントナイト清しこの夜、ゆっくりでやってみようと思います。よくタブを見ながら、ガズさんのこれ手どんな風に動いてるのかを見ながら確認していってください。やってみる。 1,2,3 1,2,3
せーの、やってみました。このサイレントナイト、このメロディーでいくと、このビブラートが今日は気持ちがいい。この波ですね、これがね、今日はね、これゆっくりスローなバラードでこのガズメロを弾くのすごくね気持ちがいいですよ。まあ、今、タブ譜見てもらったら分かると思うんですけど、結構簡単そうに見えるかもしれないんですけど、ゆっくりな方がリズムのこれタイミング合わせるのとか、すごく目立ってきますからね。その辺もリズムが大事かと思うんですけど、今タブ譜で、さっきも言いましたけど、これタブ譜を見て、そのまま弾こうと思っても、やっぱりちょっと難しい。やっぱり何回も何回も弾いても覚えなきゃいけないです。これを覚えるのに時間をかけてください。そうするとですね、ちょっと例えば最初の方ですけど、いよしこの夜、だいたいやっぱりこの辺ですね。最初この辺のエリアです。2フレットから5フレットの間、こういう風にここで一体して、で、その後、この辺も同じエリアですね。で、その後、眠りたも、これ眠りたもになったら2フレットのエリアから、こっちの5フレットから9フレットエリアにこう やってきますかね。で、また最後こっちに戻ってくるというような、そういう流れで、考えてみるのがいいと思います。で、いつも言ってることなんですけど、このガズの書いてるこのタブフっていうのは、これ以外にもいっぱい押さえると音があるんですけど、まず初心者さんに優しくできそうな感じなのと、あとはですね、開放弦をなるべく使わないようにしてます。なるべくっていうのはどういうことかというと、開放弦ってちょっといきますよ、2弦の0フレット弾きます。はい。で、同じ音がね、3弦の4フレットも同じ音なんですよね。同じ音でしょ。でも2弦の0フレットだとこれで終わりなんですけど、3弦の4フレットで同じ音を鳴らした時にこれができるんです。ビブラートがね、ゼロフレットっていうのはどうすることもできないんですよね、ビブラートは。そういうこともあって、なるべくね、開放弦を使わないようにしているんですけど、とはいえ今回ね、最初のとこではちょっとね、指の流れ上使ったというのことなんですけど、これいつも言ってることなんですけど、このタブ譜はですね、ガズが思ったいいフレーズのこう流れなんで、他にもいっぱい正解はありますからね、皆さんこっちの方がいいなと思ったらそれに置き換えてもらっても全然構わないんで、まず参考にしていただくという意味で、このガズのタブ譜をちょっと見てみてくださいということなんですけど、まずですね、今画面上に映ってたと思うんですけど、ガズクラブで、この楽譜がダウンロードできるようにしておきます。ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、はい、今これ映ってたタブ譜なんですね。はい。これもうちょっとしたらこう映していきますが、今ね、これね、ガズクラブっていうのがあるんですよ。これ知ってますか？ガズクラブ。ガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた清志くんのいるガズメロのタブ譜を含む、ガズメロでもいっぱいあるタブ譜とか、弾き語り、もうものすごく1000曲以上ありますからね、の楽譜がですね、毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードしていただいて、すぐにね、練習入っていけるよという画期的なサービスなんですよ。で、このガズクラブは楽譜5曲、毎月5曲のダウン5曲のダウンロード以外にもですね、いろんなことやってます。まず毎月2回、大セッション大会ガズ音が行われています。これも世界中から参加があって、もうガズクラブメンバーだけでも盛り上がっている、すげえ面白いセッション大会が行われているのと、あと皆さんの演奏動画がアップロードできる、Facebook の非公開ページがあって、そこで皆さんの演奏動画を投稿してワイワイやってるみたいなところもあったりするので、これもクラブ活動すごい楽しいことになってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとね、ガズレレ大学っていうのをやってるんですよ。これちょっとね、今のとは違うんですけど、こっちは大学ですから、かなり深いところまで掘り下げて、なかなか濃厚なことになってます。毎週2回のライブ配信です。毎週2回ですよ。で、これね、YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎月590円でございます。はい。こっちの方はですね、今日大学なんでちょっとレベル高いんで、16ビートのチャットとかカッティング練習してるぐらいの方以上がおすすめですね。それまではちょっとガズレレプログラムで練習してみてください。あと、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジです。スタンド FM というラジオ配信アプリと、ガズラジというね、別の YouTube チャンネルで毎朝7時半から毎朝365日めちゃくちゃいい話してますので、ぜひこれ無料で聞けるんで聞いてください。今言ったこの辺のこと、概要欄にね、詳細貼っとくんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、まあじゃあ楽譜、タブ譜を映していきますね。まあ今映ってなのと一緒なんですけど、まあこうやって見るとまた雰囲気違うでしょ。自分で書くときの参考にしてみてください。はい。ここは、夢やすく、ね、ところで、いいとやすくとか、はい。こんな感じのところから始まるよとイントロなんですけど、ここから、きよしこの夜って感じですね。もうすごいシンプルです。だから、こうやって書くとね、大したことないでしょ？だけど、やってみたらめちゃくちゃね、なんか味があるんですよ。はい。こうやって一時停止で書いていてくださいね。はい、これ。はい。で、ガズクラブ入った方は、これ、このまんまダウンロードできるようになってますから、お願いしますということなんですけどね。はい。で、今日ね、このフレーズのね、ちょっと、キーポイントになるところはですね、最初のここですね。これ、1弦の3、2弦の3、
同じ3フレットで弦が飛ぶのってちょっとコツがいりません？左手とか。これもいろんな押さえ方あると思いますけどね、なんかあのデモ演奏の中でガズがどの指使ってるかっていうのをちょっと参考にしてもらうといいかなと思います。そしてさっきからね、何回もガズがビブラートビブラートって言ってますけど、これこの動画めちゃくちゃ今日めちゃくちゃ役に立ちます。ビブラートとハンマリングオンプリングオフスライドです。ちょっとあのかなり激しめに入れてみますとですね、スライド、今のハンマリングオンです。わかる？右手で一回弾いてるうちに伸ばしてる間に左手で叩きつける。ビブラート。ね？すごいでしょ？スライド。はい。こういう技をいっぱい入れられることはできるんですけど、これがですね、皆さん、このさじ加減が難しいっていうか、何でもかんでももうこってり入れればいいっていうものでもないと思うんですよ。この、ここぞという時にはこうビブラートをかけたスライドを入れたり、だけど毎回毎回やってるとちょっとくどいみたいなところあります。今見てもらってね、全部この調子だとちょっとくどいかもしれないから、そのニュアンスですね、同じビブラートにしても、例えば2弦の5フレットでビブラートするときね、こういう上品なビブラートあるじゃないですか。とか、あと激しいビブラート、はい、こういうのとか、あとこの波をね、最初はゆっくり速くなっていく波とか、そういうのもいろいろね、あのゆっくりの表現だと表現力がさらに増せるんで、ゆっくりな方がこういう味がある、こういうテクニックを使おうと思うといろんな表現ができますと言って、調子に乗りすぎてやりすぎちゃダメよということでございますね。はい、でこのね、 G ソリッドでこれ音鳴らすと、またあの輪郭がはっきりする音なんですけどね、あのこれからあ皆さんがね、これちょっと今このフレーズ練習して、本番が始まります。マイナスワンですね。で、まあ、こっちのウクレレでこのアンプを使うんですけど、まあ、こっちのね、アコースティックウクレレもこのアンプ通すとすごくね、あのとろけちゃう音なんですよ。まあなんでちょっとこれからマイナスワンやるにあたって今セッティングします。はい、接続完了しました。はい、G ラボのガズモデルにG ボックス接続しております。弾いてみましょう。あー、いい音ね。これもやっぱアコースティックならではのふんわり感がある。このアンプね、コーラスというエフェクターが内蔵されてるんでね、これがまた広がりが出るんですよね。まあもちろんこのウクレレでこういう風にメロディーももちろん奏でられますけどね。はい、今回はマイナスワンということで、皆さん、私が皆さんの演奏の伴奏をしますから、タブ移しとくんで、やっていきましょう。まあまあ、それではね、急にはできないと思いますけどね。まあ、ゆっくりめでやるんで、ぜひぜひトライしてみてください。それではですね、心落ち着けてやっていきましょう。サイレントナイト、マイナスワン、やってみる。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。
せーの、チッチッ。やってみました、サイレントナイト、きよしこの夜、マイナスワンでございます。皆さん、うまくできましたかね。ガズさんが演奏、伴奏してるじゃないですか。その伴奏とこう呼吸を合わせるように演奏してください。やっぱり生身の、人間同士のこの交わりですからね。こう、機械が伴奏してるわけじゃなく、私ガズが伴奏してるわけですから。タイミングもね、ちょっとこの絶妙なところ、感じ取っていただければというふうに思います。いやー、いいですね。ぜひ皆さんこれ、ガズメルも練習してもらって、さっき出したね、これ、こっちの方も見てよ。きよしこの夜。この、前奏としてこのメロディー弾きながらやるのいいですよね。で、きよしって歌い始めるとか、まあそういうのがすごく楽しいと思います。もう一人でも楽しいけど、このガズメロをやるときはやっぱ二人とか三人とか仲間内でグループで、アンサンブルがやっぱいいですよね。交代交代にメロディー弾いたりコード弾いたりして歌ったりして、これがまた新たなね、音楽のこの形の、可能性が広げることになるかなというふうに思います。はい。で、まあもうちょっとでクリスマスなんでね、それまでにちょっとゆっくり練習してもらって、ちなみにですね、これでですね、クリスマス、ジングルベルト、赤鼻のトナカイと、きよしこの夜、この三大クリスマス名曲はですね、ガズメロで取り上げたってことになってますからね。クリスマスの曲、ちょっと概要欄に貼っとくんで、他にもいろいろやってますが、ガズメロは3曲だけですけど、名曲いっぱいありますんでね、弾き語りの方でもやってください。この流れで、12月24日、クリスマスイブです。2023年のクリスマスイブは、なんと日曜日ということで、なんと、ガズレレユー YouTube チャンネルで、ライブ配信クリスマスパーティーしますよ。14時からです。皆さんぜひ予定入れといてください。この曲もね、やっちゃおうかなというふうに思ってます。ということで、その時にみんなで歌ったり、このメロディー弾いたりできるように、ちょっとね、予習してもらうといいかなと。で、さっきに、概要欄に貼ってるクリスマスの曲も、ちょっとそこで今一度確認してもらって、クリスマスのムード盛り上げて、クリスマスイブには本番突入みたいな感じでやっていこうじゃありませんかということで、じっくりゆっくり練習していってください。さっきも言ったけれども、このタブーのメロディーを弾くっていうのは、楽譜見ながらね、その通りに弾くっていうのは、まあなかなか難しいんで、やっぱ覚える。体の芯までこう自分で覚えて、自分のものにして指で、ここでストーリーを描くのがいいんですからね。5に行って3に戻って、こういうここでね、そういうドラマが描けるとすごく楽しいと思います。歌って弾き語りする楽しみもありますけど、ウクレレに歌ってもらう。この喜びを味わっていただければというふうに思います。ガズメロ他にもね、さっきも言ったけど取り上げてます。概要欄にガズメロのページ貼っとくんで、他にもいろんなバラードね、サザンとかね、スピッツがいろいろやってますから。他の曲にもトライしてみてください。そしてですね、この後ね、最新情報を、貼り付けておきますんで、ぜひご覧になってください。はい、楽しく音楽していこう。バイバイ。はい、お知らせです。こちらちょっと見てみてください。これサムネイルなんですけど、白いウクレレ持ってます、カズさんね。これ、今度ね、今週末行われる、大阪で行われる、Gラボガズレレウクレレのポップアップショップ、どこでやるかというと、ララポート泉です。大阪のね、泉にある、島村学生店さんの店内でポップアップショップが行われる中で、このララポート泉店、島村学生線が特別オーダーしたこの白い2本、これがやばいですよね。あとこれの展示はもちろんですけど、 G ラボガズレレのフルラインナップの展示とかアンプとか、G ソリッドの展示もあります。ぜひ大阪界隈の方、このポップアップショップララポート泉にお越しください。そしてですね、ガズさん新しい本が出版されます。12月22日にこの本、これすごくないですか、このちっちゃさ。はい、ちなみに今まで出してた本の大きさこれですからね、かなりこれちっちゃいことになってます。こんな感じで。はい。これどういう本かというと、このね、今これ目に見てる孫悟空5って書いてあるんですよ。このシリーズの1と2が青い本に2冊分200曲収納。で、3と4がこのピンクの本に200曲収納で、要はちっちゃくなって倍になってですね、じゃあこれ楽譜なんですけど、開きやすいんですよ。すごくぐっと開きやすいという特殊加工になってて、めちゃくちゃいい本になっております。中身は1、2、3、4とそれぞれ一緒ですけれども、これ持ち運び感とか、このね、見やすさとか、はい、なかなか考えられている本です、ございます。で、これ帯をね、外すとね、すごいいいですよ。この帯っていうのがあるじゃないですか、この帯。はい。帯外しました。そしたら後ろにこうガズレレ必須コードがこう書いてあって、初心者としてこれを見ながら楽譜も一緒に見れるというね、そういうアイデアも満載なこの本。ただいまアマゾンとか書店さん、楽器店さんで大好評、予約受付期間中です。よろしくお願いします。で、ガズレレではね、あと他にもいろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですんで、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで、見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとか、キャップだとか、T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。
これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが、思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。